産チーズのスフレを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をまずはしていきたいと思います。こちらから薄力粉ですね。今日はホワイトソース、ベシャメルソースを作っていくので薄力粉を使います。それと、こっちが牛乳、塩、それがバターですね。それとベーコン、今日は卵1個ですね。これは後で卵黄と卵白に分けていきます。とこちらがパルメザンチーズですね。以上を使って今日はベーコンとパルメザンチーズのスフレを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはバター入れて、このココットの内側ですねにサッと塗ってあげて、まあ、手なんか使ってこう内側にまんべんなくですね伸ばして塗っていきたいと思います。ちょっと分かりにくいんですけど、こういう感じですね。でバターが内側に塗れたら、続いて薄力粉ですね。薄力粉を本当に薄くでいいので内側に塗っていきたいと思います。こう入れていただいて全体にこうまぶすような感じですね。はい、こういう感じですね。こういう感じにココットの内側に塗れたら、これはこのまま一旦置いておきます。続いてベーコンは5ミリ角ぐらいの大きさにカットしていきます。スライスベーコンとかだったらそのまま細切りにするだけでも全然大丈夫ですね。はい、こういう感じですね。だいたい5ミリ角ぐらいに切れたら炒めていきたいと思います。はい、そしたら深めの鍋を用意していただいて、そこにまずバターを入れます。バターを入れたら火をつけていただいて、火はとりあえず弱火ぐらいですね。でバターをしっかりと溶かしていきます。バターがある程度溶けてきたら、先ほどカットしたベーコンですね、こちらを入れていきます。ベーコンはこのバターでしっかりと炒めてあげて、ベーコンにある程度火が入ってきたら薄力粉を加えます。薄力粉を加えたら、ここの時点で粉にしっかりと火を入れていきましょう。はい、それと一つまみの塩ですね、入れてあげて、だいたいこのぐらい火が入ってきたなっていう、こうふつふつしてきた感じになってきたら牛乳を加えていきたいと思います。そしたら鍋底にこう当たって焦げつきやすいので、絶えずこうかき混ぜながらとろみがつくまで加熱していきたいと思います。はい、このぐらいですね。少しこうポコポコっと沸いてきたらもう火を止めてあげて、そしたらここにパルメザンチーズですね、こちらを入れていって溶かしてなじませていきたいと思います。もちろんこれ粉チーズとかでも全然大丈夫ですね。そしたらしっかりと混ぜてあげて、チーズは溶かしてあげて、はい、この状態にできたらこれは一旦このまま置いておきます。はい、次に卵黄と卵白を分けていきたいと思います。大きいボウルの方に卵黄ですね、小さいボウルの方に卵白を入れていくようにしてください。はい、そしたら今度卵黄を柔らかく一回溶きほぐしてあげて、ここに先ほどのこのホワイトソースですね、こちらを入れていきます。したらしっかりと合わせていただいて、はい、こういう感じですね。そしたら次に卵白を泡立ててメレンゲを作っていきたいと思います。ハンドミキサーとかを使ってメレンゲを作っていくんですけども、メレンゲを作る前にまずオーブンを160度に予熱しておきましょう。そしたらメレンゲをしっかりと角が立つぐらいまで立てて作っていきたいと思います。このぐらいのしっかりしたメレンゲを作っていきましょう。はい、メレンゲが作れたら、先ほどのベシャメルと卵黄を合わせたこちらに3分の1ずつぐらい合わせていって、このメレンゲの泡を潰さないようにさっくりと混ぜていきたいと思います。少しずつですね入れていただいて、こう下からすくって潰さないようにしながら混ぜていただきます。で少し混ざってきたら、どんどん次を加えていって、はい、こういう感じですね。メレンゲがしっかりと合わさったら、これをこのココットですね、こちらに7分目から8分目ぐらいまで流していきます。結構上に上がってくるので、あんまり入れすぎると見栄えも良くなくなってしまう。だいたいこのぐらいですかね。入れていただいたら、少し手のひらなんかでこう
トントンとやってあげて、中の空気を少し抜いてあげる感じですね。空気を抜いてあげるのと同時に、こう表面を少し平らにして膨らんだ時に綺麗に上がっていくようにしていきます。そしたら天板などに乗せて160度のオーブンで火を入れていきたいと思います。ベーコンもしっかり炒めてるので、このベシャメルの方にもうまさが移ってるので、より美味しいですね。ワインとの相性もマジで最高なんで、ぜひ皆さん作ってみてください。これ熱々を食べるのがやっぱいいですね。こうしっかり膨らんでる時に熱々を食べるのがマジでめちゃくちゃおすすめです。ぜひ作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。